アブシンチンは、苦いヨモギに含まれる、天然有機化合物である。アブシンチンは、苦いヨモギで香りをつけた、リキュールアブサンの特徴的な味の元ととなる最も、苦い物質の中の一つである。本化合物は、生理活性を示し、抗炎症薬として期待されている。アブサンに含まれる、精神活性毒であるツヨンと混同してはならない。 アブシンチンの複雑な構造は、セスキテルペン・ラクトンに分類される。テルペノイドは、イソプレニ由来の炭素数後のビルディングブロックから構築される、天然物の,の大きな分類である。この複雑な構造は、2つの同一なモノマーが、グアイアノリドの語院館とアルケントのディールスワルダー反応によって構築される。 アブシンチンの生合成に関わるイソープレノイドの構造、アブシンチンは1953年に単離され、1980年にベアウハイレラによって構造決定された。アブシンチンの全合成は2004年にチャンラによって達成された。この合成は市販のサントニンを出発原料として、計10段階、総収率18.6%だった。 この合成の基盤は、原料の6因管の7因管への間隔代による、ワイヤノリドモノマー骨格の構築であり、続くディールスアルダーカップリング及び、最終段階の立体配置の改変によって、アブシンチンが得られた。チャンラによるアブシンチンの全合成経路アブシンチンの、似顔モギにおける生合成の全経路は明らかにされていないが、 その大部分は、アブシンチン整合性に必要な線具体から推測、可能である。アブシンチンのようなテルペノイドは、イソプレン単位から構成されている。テルペンの命名法が示すように、アブシンチンの最初の線具体であるファルネシル二ン酸 A は、炭素数15である。このジホスフェートは、カルボカチオンを、酵素内で発生させ、分子内の末端と、 炭素炭素結合を形成し、肝化する。ヨモギ属における生合成経路での最初の安定な、中間体は、ゲルマクレニ A、B と考えられている。ゲルマクレニ A は、植物セスキテルペン合成経路において、グアヤノリドの染具体であることが以前、同定されている。ここから、ヒドロキシル化、アルデヒドへの酸化、さらなるヒドロキシル化、そして、 カルボキシル元の形成が起こる。ここでの後、末端の炭素炭素二重結合が消失していることが重要である。この二重結合が失われたことによって、アブシンチンモノマーが得られるか他のゲルマクレニエの下流の化合物が得られるかが決まる。この還元はの段階で起こる必要はなく、もっと後でも良い。次に、一般的なグアイアノリド経路で提唱されているように、 カルボキシルモトと、ヒドロキシルモトとの脱水縮合反応によりガンマ、ラクトン、C が合成される。ヒドロキシルカと二重結合の異性化による、アブシンチンセスキテルペングアヤノリドモノマー D の形成は、ディールスワルダー反応による二量化でのアブシンチン、E の合成に必要である。このディールスワルダー反応は、自発的に良い周率で起こるが、 関連合成酵素により促進されていると思われる。にもかかわらず、典型的な天然物の,の生合成に比べて遅い。ヨモギ属における、同様のグアイアノリド性合成経路から推定された、アブシンチンの生合成経路インビトロでこの、セスキテルペンの合成を再現できるニガヨモギに、特異的な酵素はまだ単理されていないが、上に示された、反応経路は、 セスキテルペンラクトンであるゲルマクレン A の生合成経路における中間体を用いて推定されている。蒸気の反応経路の各番号に相当するテルペン性合成酵素は以下の通りである。一般的なセスキテルペン合成酵素によるファルネシル二ン酸からの生合成の開始値。同様に一般的なセスキテルペン合成酵素による閉環。 ゲルマクレン A ヒドロキシラーゼによる、末端アリルイ炭素のヒドロキシル化ゲルマクレン A ヒドロキシラーゼによるアルコールのアルデヒドへの酸化。ゲルマクレン A ヒドロキシラーゼによるアルコールのカルボン酸への酸など不依存的なアリルイ炭素のヒドロキシル化によるラクトン関係性に必要なヒドロキシル元の導入ラクトン関係性、閉館3地間炭素炭素二重結合の酸化後、因間の形成。 カンカニガヨモギ中の未同定酵素によるディールスワルダーカップリング。ありがとうございます。